はい、どうも日本の皆さん、ちょっとね、今日はベナンジュース、ナショナルジュースを見せしたいんです。はいはい、今日紹介するジュースはダラーン、これです。見てこれ、このジュースはの名前はジャパロです。ジャパロはトウモロコシから作れていますんで、ちょっとね高くないんですよ。これの全部は50円です。全然高くないんで。でも私の村ではこれは50円でも、ここは70円かな、うん、ちょっとね。でこれはナチュラルジュースで、どうやって作ると聞いたら、トウモロコシを水に入れて3カンカン待つんで、3カンカン待ったらこれ取ってちょっと水入れてみたいなもので、でも砂糖入れないんです。それじゃあ飲みましょう。乾杯。でも美味しい。砂糖の味がする。でも砂糖入れないって聞いたんで、もこのジュースすごく美味しい。砂糖入れたみたいのね、すっごく美味しい。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。質問あればよろしくお願いします。じゃあまたな。バイバイ。